え、じゃあもう電話取るしかないんじゃん。2匹いるやん。あれ？あ、3匹いる。おっそすアンソロジーオブフィア続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ、ああ前回変な銃を手にしたはずがまたなくなりましたよ。でエレベーター降りたらまた落とすんやろすぐ。ほら、ああこの狂気から抜け出すことができた銃に化け物、現実はまるで思えない。関わってはいけないんだ。とにかくもう安全だ。そう思いたい。そう思いたいってことはまだ安全じゃないってことじゃないの。ただいま。変わった様子はないね。はっはっはっ。ここは前もいた。ここら辺も開かない開かない開かない。ああじゃあまたコンピューターエンターと天気はなんとか動く。変わってねえな。ん？まだあの人物がいることを願う。こっから抜け出すための最終手段、最後の希望。ウェイ起動。来い頼むぜ。あ、またお会いできて光栄です、姉さん。やっぱ姉さんって言ってくるな。そんなに嬉しいのかと、てんてんてん。じゃあ、そんなに嬉しいのか。もちろん、お役に立てるのは嬉しいですから。もうお会いできないのは非常に残念です。もうお会いできないのは非常に残念。どういうこと？下。どういうことだ？うん、そっちにしよう。どういうことだ？他のユーザーがあなたとの接続を望んでいます。質問に答えてくれてないな。チャットに、はい、参加。うん。なんだ？てんてんてん。あ？助けてくれるかか？入ったよ。入ったよ。ん？うまくいってよかった。残念だがどうしてここに、ん？残念だがどうしてここにいるのかが分かった。とにかく脱出方法を伝える。なんで残念だ？あ？残念。そっちやな。はい。そうだ。後で全て教えるが、まずはこっから抜け出さないと。相変わらず教えてくれへんな、こいつな。はい。どうやって助けるの？そっから出してやる。その後は何もかも忘れてしまうだろう。は？やっぱなんか実験の一つなんかな。それから？外に出たら電話に出るんだ。何があろうと必ず電話に出ろ。そうでなければ助けてやれない。電話。なんか電話が鳴ってる時だけ銃が緑色に光るみたいな感じだったよね。あ、もう出ていった。なんじゃこんだけ終わり。おーい、おーい、あ、コーンを祈るよ姉さん、また後で。あれ、チャット退出したんじゃないの？俺が退出したん？エレベーターに乗れば抜け出せるはず。これで終わるといいが。あれ、ここにあったはずの電話が、そういえばねえな。あー、普通に降りれば。あ、なんで急に本格止まんの？それ逆に怖い。何も言ってないな。また後で。あ、ちょっと待って、なんか文字。ん？
あれこんなとこ開いたっけ。ザ・フォーンイズ、え、ちょっと待って、電話は荒いって、電話は嘘ってことじゃないの。あれライって嘘っていうあれじゃなかった。ちょっとここ訳してくれへんのかい。ええどうしよう、電話嘘って言われたよ。音楽消えた。あ、じゃあまあこの野郎、電話は嘘なんでしょうか。どうしよう、信じるべきか。うん、今のところは素晴らしい、続けましょう。あ、銃持ってる。ここに降りてくると、もうどこを、あ、ここは帰ってきたやん。謎の人物の言っていたことは本当だった。本当に抜け出せた。電話に出れば助けてくれると言っていた。すべて説明してくれることを願う。どうしよう、電話に出るべき。パカッ、ちょ、どこ、よっしゃい、撃ったった、初めて撃ったった。あはサイレンが鳴った。あまり良さそうには思えない。何がよ。うるせえ。電話は確か向こうにあったから、さっきこっち行こう。これが俺が乗ってきた車。あれ乗れる。そんなわけはない。あ、ちょっと、 うるせえな。ささ、前に来た時と随分変わった。言うてる場合か。はどういう銃なんこれ。チリンチリン、いる、声、うーん、へっしょ、あ、できひん、あ、ブーン。あれあかんかった今の。いるやんもうあそこに。そういうことね。ずーあれ、ちょい、撃てへんでー。どういうこと、地下にいるときとはまだなんかちょっと銃の仕様が違うのかな。あ、逃げる。ういー、さっきどうやって撃った。あれ撃ち方、あ、前にもいるやんけ。おい、じゃあもう電話取るしかないんじゃん。2匹いるやん。あれ、あ、3匹いる。あ、じゃあ電話取ります。あれ、ちょん、どういうこと、安全を確保しないと言われてるわ。あれ、地下でうまくいってたんはあれなんでやったん。ってことはこいつを、あはん。ん、撃たなあかんってことか。いまいちでもこれどうやったら撃てんのかがようわからんのよな。パッでチリーンってなって、撃てへんよね。ほら、どうやったら撃てんのこれ。あ、出てくんのかよお前は。どうやって撃つの。撃ち方教えて、撃ち方、
打ち方、あ、打てた。打ち方よくわからんね。あ、打てる。なんや、打てる時と打てへん時の違いがわからん。じゃあ打ったら、今度こそ打ったら来いや。まずはお前ここ。はい、なんか暗いけど安全を確保しないと電話に出れないっつってるから。おい、あれ、はだ外す、外すやつ。ここ、なんで、あれ、待ちな、ここ、よし行きましたで、3人ともやりましたで。あの電話を見つけないと。今さっきのやつやんな、多分あの電話。ここら辺にあった車変わってないね。じゃあ電話出るよ。電話、あ、うち、あれ、あ、どういうこと。おーい、あ、あら、あ、なに、え、あ、なになに、うるさい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 。は、アリス、とっとと電話来てくれ。なになに、は、なんか変な、あ、畜生めが、なんてことをしてしまったの。なにこれ、死んだ俺。は、プレイ、氏名ネイサン・ソーレン、死亡時刻3時3分、死因助手の職務怠慢、電話の着信による電波干渉。病院で電源オフにしてなかったから的な。テープの内容はあまりにも信じがたい内容だが、医者たちはこの件に取り憑かれていたようだ。他の種類にも目を通そう。あ、帰ってきたんか、やっと。ずっとビデオの中の世界やってただけ。じゃあ職務怠慢、職務怠慢のせい、それが兄弟のなんか、あ、まずはこの書類を確認しないと。どれ、この辺、ソーレン・ネイサン・アンドリュー、昼夜睡眠ポリグラフ検査。寝言においてウサギまたはノウサギのようなもの言及。あのウサギの像みたいなの関係してんのかな。他は、ん？ 27 歳って、これもう一回、ネイサン・アンドリュー、こっちは年齢書いてないか。ん？ネイサンが睡眠障害を抱えていたなんて。だがこれはあまりにも極端、なんか言うてるな。録画ではアリス・ヒルという人物が言及されていた。書類にサインした人物、ネイサンの履歴書。一連の録画内容を余すことなく書き起こしてやる。アリス・ヒルに関する書類を見つける。テープの中でアリス・ヒルという人物が言及されていた。ネイサンの書類にサインをした人物。従業員記録のある部屋へのドアがあったが、そこで何かわかるかも。はい、茶か、久しぶり。ここ、こんな赤かったっけ。従業員
上の階で合ってんのかな。従業員記録のある部屋、それどこでした。ここって結局行けへんやんな。3階か4階。あ、イエーイ、久しぶりー。うちょ、おい、くそ、ここは何もならへんかったんじゃないの。確か何もなかったよ当時は。ここに来てそういうのやめよう。何かを見つけないと。これじゃない、これじゃない、これじゃない。アリスやから A か。A。これじゃない、これじゃない、これじゃない。全然違うやんけ。おい。なんか違うのか。ここじゃないって言ってくれ。これじゃないじゃなくて。ここじゃないってことにしとこう。ん？従業員記録なんかどっかあったっけ。チラ、使う気にならない。動くかどうかもわからない。さささささささ、ここは何の部屋やったっけ。アリスってそういえばこれや。なんかやたらと前向きにいろいろやるやつ。え、会長とかなりたがるタイプやろアリス。え、懇親会の幹事とかすぐやってくれそうなタイプは。ここやったっけ。N じゃなくて A やろ。開けたままに、ん、開けたままにしたはず。え、開けたまま、ああ、開けたままってそういうことか。これや、ネイサン、あれ違った、これじゃなかったっけ。セオドア先生、本棚に置いておきました。これのことじゃないの。これを開けたままにしたはずって言ってたんじゃなかったっけ。従業員記録のある部屋、ここじゃないの。アリスじゃないの。あ、ちょっとアリスの記録は A じゃなかったらわからんぞ。アリス&ジェーンみたいな先言ってたよな。違うのね。ここの部屋じゃないってことね。そういうことよね。見当たらない。書類箱の場所になるから もっと早い言え。暗いな。そろそろなんか出てきそうやな。やめて。た、は、トイレ、は、トイレ、前、片っぽ開いたような気がしたんやけど、なんかちょっとちらついたよ、光が。従業員名簿、どこだい？全然開かへん。あ、じいじいうるさい。この階じゃないのか。わからない。ここはヘッドナーシーズ。ありえる。ここありえる。これは27歳。これなんか、ああ、マネキンからバールを取り、なんか今さっきのやつっぽいよな。
どこよ。ここじゃないの。お前可愛らしいな。そうじゃなくて、アリス、ダニエルを学校まで迎えに行ってくれる。遅番だし、トムは家を離れてるから。ジェイ、怪しいよね。ここでは何も見つからないだろう。そうなの。従業員名簿つったらこんなところにありそうなもんやけど。これは、ああ。でもまだ月曜日、エンター使えない。この階じゃねえな。上か。怖い。ささ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 。あ？もう最上階よね。ここは開くのよな。へいへい。で、またパリーンとか言って言うんじゃん。電気パリーン言わすんじゃん。あー、どこどこ。セオドアさんとこ。セオドアさん、アリスさんの記録なんかありませんか。これじゃない、これじゃない、え、これでもない、これでもない。あれ、ここでも見つからない。役に立ちそうもない。ワンちゃん可愛らしいな。そうじゃない。これはセオドアヒップノス教授、これ前読んだもんな。え、ないやん。ないな。ここじゃない。こっちも行けねえよね。じゃあまた一回全部行ったよ俺。どっかあったほうか。この階何もなかったもんな。他に持ち出したのかもみたいなの言ってたでしょ。で、ここの開かへんのよな。で、これ一階、ここが録画ルームというかさっきんとこやもんな。どっかありました？記憶にねえぞ。あ、いた。あー、あったね。この MR ルームみたいな。でもなんも、なんもないな。面白いものを探してるわけじゃないの俺は。あれ？変えるわけじゃないでしょ？動かない。この辺か。見つからへんのかい？あ、ゴミ箱いっぱい。この辺で？ああ。ねえぞ。どこよ。まだ立ち去ることはできない。いや、トイレのわけないもんな。そんなわけないもんな。あれ、おや、バカな。ってことは一回さっき見たどっかのところに、あ、あ、あったな、ここも。失礼します。これは新たな枕が必要。今すぐオルテガの結果が必要。
もうここ確か当時そうやんな、開かへんかったな。じゃあ変わってないで無理よね。じゃあカードキーを、あ、ここは来たことあるか。ピザ、ピザ、ここでは何も見つからないだろうって。でもすぐ言うなあこいつ。何これ、間違いないよう食べ物には名前を書いてください。人事部グロリア、米粒はちょうど7360粒。怖っ。んー、あれ、じゃあやっぱり上の階のなんかさっきのいろいろ書類があったところのどっかにあるってことよね。ここ勘弁してよ。これじゃない、これじゃない。全部開けていくしかない。なんかもっと分かりやすいのあったりせんの。これじゃない、これじゃない。おいおい、アリスやから A かなって思ったらそうじゃないんやもんな。マジマジで、おいの、あ、これに違いない。どれ、あ、取った。新たな書類の箱とテープ、マジでなんて難しい探し物させんねん。いけたみたいです。だばば、どうも。え、警報、なんで、どうしよう。あ、2本目のテープを見るために電源を、うるせえ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 、再起動、ここ閉めて、どうすんやったっけ、これか、この辺、あ、な、どうすんやったっけ。あ、触らない方がいい、なんで、どういうことなんだ、何がや、ちょっと待って、で、電源どうやったらいいんだっけ。これじゃなかったっけ、これ、あ、ちょっと、あ、そうそうそう、うるせえ、あ、で再起動、うるさ、よし、プチ、あれ、プチ、あれ、再、うん、再起動、あれ、下から行かなあかんのかい、はいはいはい、な、あ、じゅん、で警報は鳴りやんだ。探索に戻ろう。寝ちゃうやん、テープやろ、テープ、はい、でまた、またビデオの世界、カチャッとプレイ、はあ、ビデオの中でええよね。マミ？ん？あら、全然違う世界にやってまいりました。どういうこと？あ、じゃあなんかアリスが関係するお話になるんかもしれませんが、はあ、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。全然今んとこ話がようわからんやけど、職務怠慢で、え、姉さんは、え、なんか鳴ってもうたみたいな、そんな感じよね。それではまた。
よろしくどうぞ。